かいると、うん、練習した気にもならないし練習した気にならない？なんないですよ。あ、ほんと？もう、こんな本当よし、じゃあやろう。はい、
真ん中に打ってくれるし。よし。ねえ、そうかもね。真ん中に帰れば、うん、変なことしないで。あ、うまいうまい、うん、真ん中に帰す。かなりうまいね。いやいやいや、毎日やってるだけあるね。すごいね、びっくりしちゃった。とにかく帰れば真ん中に返す。まず返す。平気ですよ。いいっすか。うん、全然平気。あの人が呼べないから、なんか大変だと思って。あれ？で、あれ？リアの先生です。あ、そうです。え、リアにいます。本当ですか？え、スクールの。え、どこ？まず担当証もないですよね。まあ、ない。あ、そうです。クラスが上なんです。あ、そうなんですか。あ、そう。顔見せてやったんですか？いや、あの、僕が今行ってるインドアの。コーチ、はい、あ、そうなんだ。あ、そうなんですか。あ、あの何曜日じゃ、今毎日のようなあ、そうなんですか。毎日、毎日2年で毎日やってて、で、なんか今日はイベントの腰がいるのそうなんですね。そうそう、家のクラスだから。で、家に合わせることになってるんだけど、でも今日はなんかレベルが全員バラバラで、なんか、手にプライベートこの間、使ってなかったやつ、使うとりしました。あ、マジっすか。はい、もう今日、下ろしたてです。かっこいい。あ、でも、配ない。あ、でも間違いなかったよ。あ、そう
そこをがっとり調整して、はい、すごい、なんかそんな偶然なことがあるんだね。今日なんか本当ですか？6月いっぱいやめたんです。あ、本当ですか？で、ここに来てもらったんですけど、なんか今日が最後で、なんか意味では毎日が止まって差し込むんだって言ってたんだけど、なんかコートも取れてないっていうところだったので、なんか言われちゃいました。プレー中もしたって、なんか無意味だと思うんですけど、一応これをなんか今、はい、言われました。ちょっといろいろ発信運動を見たと思うので、はい、まあ、次はヒッティング中心でお願いします。で、一人一人とか一人一人課題がボールが2球ずつ使う感じになります。あ、そうなんですね、はい、両手しかないんで、はい、じゃあとりあえず2球出して、はい、頑張って。
分で3分振り回し足が痛くてやばいんだけど本当に。でもこう前回よりも変えてるんですよ、打ち方を。わかります、はい、スピンがちょっと多くなったかなって気がしてて、はい、レアで C と D、CD の違いが分かんないです。上げたつも見上げるみたいですよ。そうなんですか。もう俺ひたすらずっと C で、もう1年以上やってます。上げてくださいって言ってた。いや、ダメだって言われるんですよ。なんかローボレーができないからダメ。手が
ローボレーがダメ。ローボレーが打てない。